P3V、P-3 オライオン海上自衛隊の P-3C ロッキード P-3 は、アメリカ合衆国の航空機メーカー、ロッキード社が、自社のターボプロップ式旅客機、L-188 エレクトラを、原型機として開発したターボプロップ式紹介機。愛称は、オリオン。日本ではその英語読みから、オライオンとするものが多い。オリオンとは、 ギリシア神話に登場する、オリオン座となったカリュードの名にちなむ。初飛行から60年以上が経過しているものの、アップデートを重ねつつ、アメリカ海軍や、海上自衛隊など各国軍の航空隊、アメリカ沿岸警備隊など、国境警備隊のほか、気象観測や消防機など非軍事用などにも、転用され20以上の国で運用されている、ベストセラー機である。 P-3 と P-2 の比較アメリカ海軍はロッキード P2 ボルトネプチューを1947年から主力の対戦哨戒機としエンジンの換装などによりアップデートを行っていたが1950年代には積載量が限界に近くなり探知機材や武装の追加が難しくなっていたまた機内は大型の探知機材に圧迫され 探知機材の発する熱に空調が追いつかず居住性が悪化するなど長時間の任務飛行において多数の問題点が指摘されていた。このため将来の機材更新も見越した後継機が要求された。アメリカ海軍が1957年8月に提示した次期主力対戦唱会機はソシスにより探知された。 敵潜水艦と、応募式音響信号へ急行して、その部位、磁気探知機による識別を行い、魚雷や爆雷を使用して、潜在海域から殲滅することを主眼としていた。そのため、が求められた。なお後継機の登場までのつなぎとして、P-2 の導入国では、回収機がテストされていたが、多くの国では、試験機としての運用にとどまった。例外的に、日本では、 後継機選定が遅れたため、機体の拡大やターボプロップエンジンへの換装を行った P-2J を P-3C 導入まで主力として運用していた。原型機 YP3V-1 アメリカ海軍で、テスト中の YP3V-1 海軍の要求に応じ、ロッキード社は1957年4月に初飛行したばかりのターボプロップエンジン4発搭載の 旅客機 L-188 エレクトラの改造系を提案し、1958年4月に P2V に続く採用が決定した。L-188 を改造した、原型機の YP3V-1 は1958年8月19日に、 進むぞらしたものの、原型機 l マイナス百八十八の構造的欠陥に起因する連続事故で計画は大幅に遅延し、九百六十二年八月より p 三 a としてアメリカ海軍への配備がようやく開始された。p 三 a は対潜水艦専用の機材は前作の P-2 対戦召喚機とほぼ同様だったが、機内容積と、 速度距離が向上したために実質的な対戦水管能力は向上している。また、エンジンを強化した P-3B の配備が1965年より開始された。続く性能向上型の P-3C は1968年に現役 IP-3C が初飛行し1969年により部隊配備された。向上点は主に 潜水艦探知用のその部位システム、センサー、レーダー、データ処理用のコンピュータの能力向上型への感想である。これにより P-3 は開発の主目的であった、地上設備とリンクされた高度な潜水艦の捜索、表情能力を持つことになった。この潜水艦探知用システムは順次近代化されており、回収世代によりアップデート I-4 に区別される。 最新のアップデートでは、水上監視能力の向上が図られ、洋上監視機器の乾燥のほか、マーベリックミサイルの運用が可能となっている。また導入国により独自のアップデートを施すこともあり、多数のバリエーションが発生した。1980年代後半には、P-3 のさらなる改良型として、アメリカで P-7 が計画されたが、これは、キャンセルされた。 1991年に一度生産が終了したが、間もなく、韓国向けに新たな生産ラインが設けられ、1995年に、同国への引き渡しをもって、生産終了。アメリカ海軍の後継機には、ボーイング P-8A ポセイドンが開発され、正式採用された。P-3 は扱いやすい、飛行特性に加え、エストール性や、 長時間対空性能など任務に必要な性能を確保した。また、P- により大型かつ羊が旅客機であることから、かがまずに機内を移動できるなど居住性が向上、複雑化した近代的な探知機材を追加積載できる余裕も生まれた。このため輸送機として活用する国もある。また完全な油圧構造とメインの操縦系統が油圧化されたことで乗員の 負担が大幅に軽減された。しかし動力が大型化したことで予備系の操縦策は非常に重くなったという。また航空士の多くは外が見えず横向きに座るため乗り物酔いになりやすいという。旅客機ベースの機体に多数の探知機材と武装を搭載しているがエンジンをボキエル -188 のアリソン 501D13 から T56A-14A 換装したことで、最高速と加速力が向上しており、P-3 を操縦した印象を、戦車や、アメ車と評するパイロットもいる。機動性も高く、カノヤ航空基地で開催される、エアーメモリアルインカノヤでは、低空での急旋回を披露するのが恒例となっている。機体の強度や、耐久性も高く、 電子偵察型の EP-3E と J-82 戦闘機が空中衝突した際には J-82 は墜落したものの EP-3E は至近の飛行場に着陸。気象観測型の WP3D はハリケーン観測中にトラブルで3番エンジンが故障しながら観測を続行。観測終了後にハリケーンから脱出し無事に帰還したこともある。 長時間対空する際は、エンジンの出力を絞り、残りの燃料が一定値まで減るたびにエンジンを一番四番の順に停止、プロペラ核をフルフェザーにして、ロイター飛行を行う。理論上は、エンジン一機でも飛行が可能だが、海上自衛隊をはじめ多くの国では安全のため、停止は一番と四番のみとしている。また一番と四番を停止した。 双発状態では安定性が低下し、機体後部が揺れやすくなるという。P2V-7 は、レシプロエンジンであるため燃料の混合技の空燃費を、手動で調整するなどのテクニックを駆使すれば20時間以上の、耐久が可能とされるが、P-3 は、混合費を大きく変更できない、ターボプロップエンジンであるため、搭乗員の経験や勘などに頼る。 手術の有効なテクニックは使えなくなった。しかし、予備燃料を残したままでも操縦士の技量に関係なく15時間以上の滞空が可能とされる。アメリカ海軍では空中給油に対応させるため改造機による試験が行われていたが正式採用は見送られた。なお後継機の P-8 は標準でフライングブーム方式の空中給油に対応している。 基本的には L-188 から旅客機としての装備を撤去して対戦障害機としての各種装備を搭載したものだが開発にあたっては胴体部は改めて設計されておりビブには磁気探知装置を先端に収めたブームが取り付けるため形状が変更された他機種も若干切りなじられたこれらの形状変更とハードポイントの設置に対応するため収容も 再設計され、翼平面型が変更された。ハードポイントは、主翼の翼端側に3箇所、胴体側に2箇所が設けられた。基本的に、翼端側に、ミサイル、胴体側にイズムや、データリンク等の電子線、ポッド、カメラポッドを取り付ける。なお重量制限があるため、翼端側は2箇所のみ、使用する。全部胴体下にウェポンベイが設置されたことで、魚雷。 爆雷、嫌いも、運用可能。操縦席は、原型機と同じくアナログ形機中心であるが、戦術航空士からの指示などの戦術情報や、目標へ向かう、際の最適な旋回角など、飛行の補助情報を表示する画面が、中央左寄りに設置されている。オートパイロットは操縦輪を止めると姿勢を保った、ママコードを維持するという。 原型機が開発された時代のシステムがそのまま搭載されている。ケ器着陸装置と連動しスロットルも自動調整する高度なシステムが軍用機にも広まった。あともグラスコックピットを導入した国は少なく、多くはアビオニクスのアップデートで丸型だった画面を四角形に変更したり、ケ器類を液晶ディスプレイに変更するなど限定的な回収にとどまっている。 これは、航空機関士、広報士、レーダー員が同乗するためパイロットは、操縦に集中できることに加え、懲戒飛行では高度の変更や旋回を繰り返すため、オートパイロットは、高度や旋回角を維持するだけのタイプが向いているためである。機内後部には、キッチンやトイレを併設した控室が用意され、長時間の任務飛行でも、乗員の負荷が軽減されている。 簡易ベッドはアメリカ海軍が冷戦時代に行っていた長時間紹介に備えた装備であるため冷戦集結後は不要となっており海上自衛隊では荷物花として使っていたなお電磁波が探知機器や磁気探知機に影響を与えるため通常の電磁調理器は内部に持ち込めず弁当などを温める際は電磁波対策が施された電熱ヒーターなどを 利用する。開発当初、P-3 に要求されていたのは、対戦紹介であるが、機材のアップデートにより海洋監視や、救難活動の支援など海上での任務全般に、対応できる、汎用性を獲得したことから、海上自衛隊のように分類を対戦紹介機から、紹介機に変更する国もある。本来は感染を探索するために用いられるイズム、能力は、 情報収集活動にも有用であり、通にロケット弾を装填したラウ -10D、A や対応する空対地ミサイルを装備すれば、小型艦船や沿岸の施設への攻撃も可能になる。湾岸戦争以降はアップデートされた機材を活かして攻撃機の誘導や沿岸偵察にも使われている。多くの国では海上のみで運用を行っているが、 陸上での任務に使用されたこともあり、アフガニスタン紛争ではオーストラリア空軍所属機が内陸国であるアフガニスタンに情報収集活動用として派遣された。海上自衛隊の P-3C では11名を基本とし任務により最小5名、最大15名としている。他国でもほぼ同等である。オペレーター席は P-3B までは 機内左側に集中して配置されていたが、P-3C では一部が右側に移動している。初飛行から50年以上が経過し多くの機体が老朽化しているが、予算の都合で P-8 や P-1 等の新型機を即座に導入できない国が多いため、ロッキード・マーティンでは継続運用を望むユーザー向けに、機と支援庁プログラム、P-3 ミッ d ライフアップグレードプログラムを提供している。内容は、設計を見直した、新設計の翼との交換、モスボールされた機体から取り出した状態の良い部品や、耐腐食性の部品との交換などである。翼の交換により、整備コストが低減されるとともに、耐食性が5倍強化されることで寿命が20年から25年、延長される。 ニュージーランド空軍は P-8 へ導入までのつなぎとして、丸を導入したところメンテナンスにかかる時間が58%減少。中古機を導入していたチリ海軍は1万5000時間の延長が可能としている。P-3 はその機体構造の優秀さ、搭載量の多さから多数の派生型が存在し、他国軍から購入した中古機を改造したり、 観光庁や民間航空会社が中古機を活用する例も多い。後部道大下に、その部位発射口を48機増設し、対潜水艦船機材を向上させた型。1969年配備開始。各種改良型も合わせて365機製造。アメリカ海軍では P-8 の配備開始により、売却やモスボールが始まっているが、 多くの国では今だ主力消火機である。川崎重工業がライセンス生産したアップデート25相当の P-3C。すべて海上自衛隊向けで合計98機を製造が納入。採用国アメリカ、合衆国アルゼンチンイランオーストラリアオランダカナダ、ギリシャスペイン韓国対中華民国。 チリドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、パキスタン、ブラジル、ポルトガル、日本 P-2J の量産決定直前の1967年に頭から、その開発、生産を担当する川崎重工業は、すでにその後継機について、独自の研究開発を開始していた。また運用側である、海上爆量幹部も、1968年頃から、基礎的な検討を開始していた。 海爆では P-3C 搭載の画期的な対戦戦システムの情報を入手し、これを P-2J 搭載機に導入したいと考えて、1968年には米軍事顧問団に対して資料の提供を要請していたが、1969年4月、現時点ではこれを拒否する胸の回答があった。また1968年には、 欧米各国における対戦召回機及び搭載始め装備品等についての調査団も派遣されていたが、これらの調査、検討結果を踏まえて、海上自衛隊としては、次期対戦機は搭載装備品を含めて、日本で自主的に開発する方策について調査研究する必要があることを認識するに至った。防衛庁は、 次期対戦機の国内開発に着手する決心を固め、昭和46年度以降、毎年のように基本設計のための予算を盛り込んでいたが、技術調査研究費のみが認められる状態が続いており、今度こそ本格的な開発が開始されるものと期待していた第四次防衛力整備計画の閣議決定直前には、逆に国産化方針の白紙還元が決定された。 その後、従来から検討されてきた国産開発や原損機等の改造機に加えて国産の機体にアメリカ製のシステムを搭載するという設置案についても検討が進められた。しかし開示としては原容機の原網を考慮すると遅くとも1980年、ないし1981年頃までには直期戦機の部隊配備を開始しなければならないと。 考えており、このような計画の遅延を受けて、何らかの形で外国機の導入を図らざるを得ないものと考えるに至った。一度は P-3C の対日リリースを拒絶したアメリカ側も増強が続くソビエト連邦の潜水艦戦力に対抗する必要から海上自衛隊の対戦戦能力を向上させてその一翼を担わせることを構想するようになっており、 1972年夏には、ニクソン大統領とキッシンジャー国務長官により、P、P-3C の対日リリースが主張されるようになっていた。1973年7月には P-3C の対日リリースが可能であることが、日本側に伝えられ、9月には、岩国航空基地において P-3C のデモフライトが行われており、 航空集団司令官や現場の隊員などの視察団が登場してシステムに触れその性能に深い感銘を受けていた。しかしアメリカ側は P-3C のシステムは機体と一体でなければリリースしない方針であった。ほぼ同世代の環状紹介機である S-3A の搭載システムであればカナダの CP-140 用として 単体で輸出された前例があり、期待されたものの、これは P-3C のシステムと比べると大きく劣ったものであった。導入当初の塗装である、西木明細の海上自衛隊の P-3C 開幕では、1975年5月から6月にかけて、防衛部副部長を派兵し、P-3C の導入についての実地調査を行った。しかしこのように、 P-3C の導入へと傾いていた、最中の1976年2月4日、アメリカ合衆国上院外交委員会、多国籍企業省委員会での証言を発端として、ロッキード事件が発生した。これは、ロッキード社が旅客機売り込み工作のため、外国政府関係者に贈賄をしたというものであるが、P-3C も、ロッキード社製であった上に、 田中首相がニクソン大統領に航空機購入を約束した日米首脳会談が行われたのが1972年で上記の白紙還元と時期的に符合することもあって関連が疑われたこの事態を受けて開幕は事実関係の調査や関係資料の作成司法当局を含む部内外への説明 報道関係者への対応などで長期間にわたって暴殺され、一般業務にも大きな影響をもたらした。調査の過程で、ロッキード社のコウちゃん副社長の証言により、同社と丸紅との間で、P-3C について、手数料1期15万ドルの契約があったことや、田中首相に支払われた5億円は、旅客機というより、 p-3c の売り込みを見据えたものであったこと、閣僚に次ぐ交換との接触なども明らかになった。しかし海上自衛隊においては、対日リリースが許可された直後に、高ちゃん副社長が海幕長を表敬訪問したという、以上の働きかけはなかったことが判明した。むしろ国会での討議の過程で、次期大戦期の必要性そのものは広く、理解されるようになり、 かえって導入の追い風となった部分もあったという。こうして、防衛庁は1977年8月24日の長議において、昭和62年度末までに P-3C45 機をライセンス生産により取得することと、53年度予算外産要求に P-3C の購入費用などを計上することを内定した。 これらの内容は12月の国防会議において承認され P-3C の導入が決定された。当初、昭和53年度では優勝軍事援助調達機3機とライセンス生産機7機の取得が計画されたが予算化されたのは FMS 機3機とライセンス生産機7機となった。まず、アメリカで製造される FMS 機が引き渡されることになり、 1981年2月、ジャクソンビル航空基地に根拠地を置く P-3C 派米訓練隊が編成された。また、上記の通り P-3C では地上設備とリンクすることで高度な対戦戦能力を実現していることから、これらの地上施設の要因は先行して1980年より派米訓練に入っていた。 1981年4月29日に1号機を受領したのを皮切りに7月までに3機の引き渡しを受けて教育訓練に使用した後12月25日にはこれらの機体は厚木航空基地へと空輸されて第51航空隊へと装備替えされたまた1982年5月26日には川崎重工岐阜工場において ライセンス生産機1号機が引き渡された。以後、国産率は順次に向上しており、機体は、川崎重工、エンジンは、石川島張馬重工、プロペラは、住友精密、搭載電子機器等は、各担当会社と契約が行われた。停止人定単色明細が施された、海上自衛隊の P-3C 垂直尾翼の、舞台マークは廃止され、 国籍表示も小型化されている1982年3月31日には、最初の航空隊潜水艦作戦センターが、厚木航空基地に配備された。そして1983年3月30日、第4航空軍において P-3C6 機、人員約130名をもって、第6航空隊が新編され、初の P-3C 部隊となるとともに、 約90名の要員とともに、アスウォックが、同軍に移管された。同隊はすでに部隊配備の時点で、有事速応の体制を整備しており、その威力は、同年の海上自衛隊演習において、遺憾なく発揮された。この演習では、潜水艦隊が、全く予期しない、探知事象が多発して、大きな衝撃を与え、 潜水艦の放射雑音の低減に努力を傾注していく契機にもなった。海時の P-3C は初号機から5045号機までは、米海軍の P-3C アップデート2と同じ形態であったが、その後、蓄次改善を行ってきた。その主なものは次の通りである。1997年9月17日に、 最終号機が完成し、岐阜工場において、官能式が実施された。アスウォックについても、最初のシステムは地上に据え付けるコンテナタイプであったが、それ以降のアスウォックは、地下に作られ、高端性が高められた。なお、最初のアスウォックは、昭和63年度に、厚木航空基地から、鹿野航空基地に移転された。また滑走路については、本機の重量。 車輪構造の関係から、現用滑走路の上に、約33センチかさ上げする必要が生じたので、昭和59.60年度に、八戸航空基地、昭和60から62年度に、下宇佐航空基地、昭和63平成元年度に、鹿野航空基地で滑走路のかさ上げを行った。なお、厚木、那覇、岩国各航空基地の滑走路は、 滑走路の厚みが十分満足していたので、かさ上げの工事は行わなかった。さらに、P-3C が各航空基地に配備されるのに伴い、必要とする格納庫が逐時整備されていった。海上自衛隊では1998年頃から、P-3C の機種故障を対戦哨戒機から哨戒機へと変更しており、 海戦水艦一辺倒だった体制を改善し、不審船対策や、東、シナ海ガス田に対する監視強化も主要任務に挙げられている。また、2000年からは、アメリカ海軍に合わせ白と灰色の二色塗り分けに、ノーズを黒とした、洋上迷彩を改め、明灰色単色の低視認性塗装が適用された。訓練機は視認性向上のため主翼の橋は、 蛍光オレンジに塗装している。派生型は EP-3OP-3C は停止人性塗装、UP-3C-UP3D は急塗装である。2021年3月末時点の海上自衛隊の P-3C 保有数は44機である。また、余剰機を回収して転用し、老朽化の進む IS-11 の各種。 任務型を置き換える計画もあった。初期導入機体から国産のターボファン4 8機 P-1 に更新されるほか、原容器の一部は機とし延伸措置を行い、6年程度延伸する計画を予定している。日本国内での P-3 の修理は川崎重工からの下請けで日本飛行機が行っており、 海上自衛隊だけでなく、アメリカ海軍機の修理も厚木航空基地に隣接する、航空機整備事業部で行っている。配備基地編隊を組む3機の P-3、C8 のへ航空基地、下宇佐航空基地、厚木航空基地、岩国航空基地、鹿野航空基地、那覇、航空基地1986年頃、P-3C を母体に、e、E-2C と同じ案。 APS-138 レーダーを搭載して、早期警戒能力を付与し、さらにアン、アメリカンワイヤーゲージ -9 レーダー、火器管制装置と、AIM-54。フェニックス12発を装備した機材で先端の防空を行うという、空中巡洋艦とも称される、大型戦闘機構想が検討されていたが、防空範囲は、在空空域周辺に限られ、 作戦柔軟性や迅速性に乏しく、護衛艦隊の都合に合わせて一体、運用できないといった理由から早々に、検討対象から除外された。冷戦終結による、紹介作戦の減少に伴い、20機程度が、実動任務から削減されることになり、そのうち5機が、画像を情報収集機 OP-3CE に、独自改造された。また、 1991年から1998年にかけて P-3C をベースにした電子線データ収集機 EP-3 に5機が1994年に装備試験機アップ -3C に1機が1998年から2000年にかけて電子線訓練支援機アップ 3D に3機が改造製造された。一方、 紹介機としての運用を継続している機体についても、改造が行われ、衛星通信装置、合成回口レーダー、画像伝送装置、ミサイル警報装置、GPS 対応電子回図表示装置、AIS、自動船舶識別装置、次世代データリンクなどの追加装備によって、年々能力向上を図っている。P-1 への置き換えで余剰機が発生する。 P-3C を他国に移転することが計画されており、いくつかの国で協議されている。南シナ海での監視能力強化を図りたいフィリピンは、当初 P-3C を希望していたが、後に運用に高度な能力を必要とし、維持費も高い P-3C に代わり、より扱いやすく維持費が安い TC-90 に変更となった。 マレーシアには、南シナ海での同国の監視能力の向上を後押しし、海洋進出する中国を牽制する狙いで、P、P-3C の無償供与を提案している。導入希望はマレーシアが持ちかけたという。この場合を修理して引き渡すが、潜水艦探知用の高性能レーダーなどは、防衛機密にあたる可能性があるため取り外す予定だという。 P-3C の後継機となる P-8A と P-1 発飛行から50年以上が経過し、装備の近代化回収を繰り返しているものの、機体の老朽化による寿命と後継となる予定だった P-3G の案が消えたことから、2000年代に入り、後継機の導入計画が各国で進められている。アメリカ海軍はボーイング737を改造した。 P-8 が2013年から正式運用を開始した。海上自衛隊は2009年から初期に導入した P-3C の代役が始まり、2015年から独自開発した P-1 の正式運用を開始した。この他にはエアバスが A319 ベースの A319MPA を ATR が ATR72 ベースの ATR-72 アストワットを提案している。出展、初言性能顧客に合わせた機内設備の変更、更新を考慮した旅客機をベースとしていることから追加、更新が容易であるため、戦術データリンクやミサイル警報装置など開発当初は考慮されていなかった装備の追加が容易なことから導入国は運用に合わせた装備を随時導入。 更新しており、多数のバリエーションが存在する。海上自衛隊ミニ P-3C 公演、ありがとうございます。